チャンパサック県の文化的景観にある、ワットプーと関連古代遺産群は、ラオスチャンパーサック県、チャンパーサック群にある顔山のふもとにある、ワットプーとその周辺を取り巻く遺跡群の総称である。チャムパーサック県の一部が2001年12月、ユネスコの世界遺産に登録されている、考古学的遺跡と自然景観が組み合わされた遺産である。ワットプーも、 山椒本堂付近から眺めた北南宮との少なくとも6世紀頃にはチャンパーサック県の地域に文明があったと見られている。後の10世紀頃からこの地域へのクメール人の進出が本格化し始める。タイのピマーイなどに見られる遺跡もクメール人の王朝が流星を極め北部に盛んに進出していたこの時代のものであるということが言われている。同様にこの遺産の中心である。 ワットプーもこの時代以降に作られたと見られている。これらの時代に作られた遺跡は、主に当時のクメール人の宗教であったヒンドゥー教をコンセプトにして作られていた。しかし13世紀頃から、タイラーを系民族がこの地に南下し始める。後に、彼らがこの地を占拠する頃には、神ザブ仏教が浸透していたため、ほとんどの遺跡がジョ部ザブ仏教寺院としての扱いを受けるに至った。特に、 ワットプーは、もともとは城であったが、ラオ族によって、寺院として位置づけられた。ラオス政府は1988年、ワットプーを含む地域と、近隣の他の寺を中心とする2地域、合計3地域からなる広域な地区を、ワットプーの関連遺跡及び、周辺の自然を守るために保護地区に指定した。1997年には、大統領令により、遺跡の保護枠が明確に定められ、 交互がさらに積極的に行われるようになった。開発面では1995年1996年にワットプーを持つチャンパーサック圏の観光開発、インフラ整備が行われた。これにより遺跡は観光地として注目を集め始め、1997年からは観光客が激増、以前に比べ倍増した。同年、日本やイタリアの基金がこの地域に投資されたことにより、 さらに開発が進められた。この頃より世界遺産への登録が言われ始め、2001年にはラオス政府の承認を得ないままアイコモスに推薦されユネスコの世界遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。詳細はワットプーの寺院軍が東南アジアそしてとりわけ10世紀から14世紀に君臨した。 クメール王朝の他に類を見ない、優れた証拠を生んだこと、ワット・プーの寺院群と、その周辺の自然環境の宗教的な意義を持つ、象徴的地形との融合を示す例として、際立っていること、自然と人間の関係のヒンドゥー的を表現しようとしたものとして、ワット・プーは、注目に値する複合遺跡や、山と川の間にある、その他の建築物すなわち、際立った建築、 それに含まれる幾多の芸術やすべての宗教的罪悪や義務を表現したものを示しているである。ありがとうございます。